皆さんこんにちは。はい。遅かったね。もうちょっと早く言ってもらってもいいんだけど。今来てるところだから早く言えなかったよ。そっか。今日は上所にある百とめ屋サービスストアに行って、そこで外で焼き鳥焼いてました。でとりあえず焼き鳥買って、あと牛タンのチーズ入りつくね、これも買ってきて、あとアナゴのかば焼きも買ってきて、あと百とめ屋サービスストアといえばこれ山わさび醤油漬け、これ有名ですよね。これをちょっと焼き鳥とかつくねの上に乗せて食べたらうまいんじゃないかなと思って買いました。あと路地物のゴールドラッシュ、朝鶏のトウモロコシか、これ茹でたやつ売ってたんでこれも買いました。これでちょっと今日は飲んでいこうかなと思います。で今日のお酒はこれプレミアムモルツカオルエール、いただきます。乾杯。ああ、うまい。今日は何日だっけ？今日は8月14日、日曜日。私は昨日から夏休みに入って、昨日はあちこち息子とお墓参り行って、で今日はずっとなんかもう朝から雨降ってるし天気も悪いから、今日はもうどこも行かないでこのまま昼酒して寝ようかなと思ってます。ただいまの時刻が11時19分、まだお昼前ですね。もうちょっとでお昼になりますけど、とりあえずもう今日はどこも出かけないから飲んでいきます。お焼き鳥、いただきます。うん、うまい。あ、めちゃめちゃうまい、ね、うまっ。うん、塩コショウが絶妙、塩梅いいわ。江戸しか、焼き鳥うまい。
じゃあ次、牛タン、チーズ入りつくね。つくね、うまかった？ほんと。あ、なんか、もう、見た感じうまそう、すごい。うん、中にチーズ入ってる。あ、チーズ入ってんの？うん。あ、机の中の、ちょっと、ここらへん。うわっ。ここ。ここらへんにチーズ入ってる。めちゃめちゃうまい、これ。あ、これめちゃめちゃうまい。うん、うまい。皆さんは盆休みどういう風に過ごしてるんですかね。ね、気になるね。まあ実家に帰省したり、家族兄弟と一緒にうまいもん食べたり、お墓参りしたりとかなんですかね、皆さん。私はまだちょっと何軒かお参りしに行かなきゃならないところがあるので、明日月曜日行ってこようかなと思ってます。あとは天気次第かな。天気が良かったらあちこち YouTube の撮影に行きたいなとは思ってるんですけど、今週の前半予報見てたらなんか前半が雨だからどうなのかなとは思いますけど。あと先週の話なんですけど、私のチャンネルがついに400人を超えて、これも登録者様の皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。じゃあすいませんけど、一言もらっていいですか。いい、一言お願いします。じゃあ、400人行ったことに対して何か一言ありますか。あ、嬉しい。はい。まあ、次なる目標は500人。500人。うん。次は600人。うん。600人。うん。だけど、とりあえずは、次500人目指して、頑張りたいなと思っております。一緒に頑張ってくれる？一緒に頑張ってくれる？まあ私の妻も頑張ってくれてるんで、これからもっといい動画が作れると思います。そしてできるだけ頑張ってたくさんの動画をたくさん上げていきたいと思います。じゃあ次、アナゴ。アナゴ私大好きなんですよね。これ白焼きもいいけど、なんだっけ、かば焼き、ね、もうめっちゃうまそう、これプリンプリン。あ、もうちぎれちゃう。うわ、うまっ、うまっ、うまっ。これは酒進むわ。もうやばいや。
ああ。ワルミンのところ見てた。ん？あ、ワルミンのところ見てた。ワルミング。ワルリング？ワルリングって何？え、警告のこと。ああ、あ、ワーニングね。ワーニング。ああ、なんつったの？ワルニングって言ったの？じゃあ、あ、でも近いわ。近い近い。ワルニングじゃない。ワーニング。じゃあちょっとこれ開けてみるかな。ちょっとぼやけてるかな、これ。これほんとうまいの。これほんとうまいから、あの、知らない人買いに行った方がいい。これ地方発送もやってるから。2回か3回ぐらいはもう買ってるよね。うん、2回か3回どころじゃないよ、パパは。4回か5回。もうめっちゃ辛い、この匂い。これね、こないだ動画であげた道の駅あよい、あの時に揚げに乗せた山わさび醤油漬け、あれもうまかったんだけど、あっちはね結構シャバシャバ、水分多い。こっちはね水分少なめ、そしてもうめちゃめちゃ辛い。これはもう絶対おすすめ、わさび好きな人。うわ、うまっ。あ、もう食べた瞬間から辛い。もう鼻に抜けてくる。もうすごいわこれ。やっぱうまいんだよな、ここの山わさび醤油漬け。ちょっと乗せて食べてみるかな。こんな感じね。うん、うまい、うまい。合うわ。じゃあ次ちょっと牛タンチーズ入りつくねだっけ。うん、ちょっともうすでに酔っ払ってきてるからろれつ回んねえ。あ、そう、つくね、チーズ入り。あ、ちょっとこぼれちゃう。うまい。こんな感じね。うわ、合うわ、合うわ、うまい。あー、うまいわ。絶対おすすめだから。ちょっとボケてるかな、ピンボケしてる。あ、あとね、ここのソフトクリーム美味しかったもんね。うん、あ、お家だったらチョコは食べるけど、あ、外に出て、あ、アイス食うときはバレラだけだもんね、食うの。あ、パパの話ね。うん、ここの百富屋サービスストアで売っているソフトクリームがめちゃめちゃうまい。うん、うん、これもおすすめ。私はいつもバニラソフトで、息子は最近ね、家でも外ででもアイス食べるってなったらミックス食べてんだけど、私はミックス食べないけど、
バニラ専門なんだけど、高校のバニラソフトうまいから、あのみんな行く機会あったら食べてみて。豆腐買ってこればよかったかな。この わさび醤油漬け食ったら冷ややっこ食いたくなった。2本目がこれ、キリンのスプリングバレー芳醇。乾杯。これ美味しいな、このビール。じゃあちょっとトウモロコシ食べてみるかな。ここのね、茹でたトウモロコシうまいんだわ。別に茹でれば誰でも一緒だろうって思うかもしんないけど、あ、もう匂いがめっちゃうまそう。これこの粒々、もうものすごい黄色い、一粒一粒がすごい輝いてるもん、これ。いただきます。うわ、すごいうまい、すごい甘い。うわ、これもうちょっと買ってこ、もうちょっと買ってこればよかったかな。私トウモロコシ大好きなんですよ。でいつもここで何本か買って食べるんですけど、今日は2本しか買ってきてないんですよね。私1本と息子1本と。で息子食べるかどうか分かんないですけど、今とりあえずプレス4のグランツーリスモやってるんですよ。彼は食べないって言ったらまあお渡しもらいますけど、ちょっとこれうますぎるわ。自分で茹でる手間を考えたら、もう茹でてあるやつを買った方がもう手っ取り早いですからね。うん、まっ、すげえ甘い。いやー、無我夢中で食べちゃったわ。もうこんだけしかない。ちょっともう無言になっちゃうわこれ。うまっ、うまかった。だいぶお腹も苦しくなってきたな。もうだいぶ酔っ払ってろれつも回んないから、この辺にしときます。またよろしくお願いします。またねー。